リオの、ね、生まれた曲なんで、まあ雪の話じゃないと思うんですけど、でもなんかその静かに心身と雪が降り積もって、あのいろいろなものをこう見えなくしていく、なんかあの白い道って雪がどんどん降ると景色がね、もう全く変わって、東京の方はあんまり雪が降った光景ってちょっとぐらいしか見えてないから、そんなに変わるぐらいって言わないけど、でも雪が降るとすごくシーンって音が静かになったりとか、なんかいろんなものが見えなくなって心もすごくシンプルになる感じがするんですけど、この曲はあのブラジルの人が作った歌詞にしてはちょっとね、あの少し日本人っぽい感じがするんです。あの3番の曲は大体の曲がね、あの絶望的な気持ちになってだけどっていうところがあるんですけど、この曲はあの果てしなく切ないんですね。でもう今見えなくなってしまったその自分の好きな人、どこまで行ったらあの人に近づけるかわからないけど、でももうもし今この悲しみっていうものが喜びであったりとか、今夜なんだけど、もしかしてこの夜がもしかしてお昼であったりとか、あのそんなことをいろいろプラスにプラスに考えるようにするけども、でも真実っていうのはあなたがいる街は遠くて近づけなくて、私は愛されることも抱きしめられることもなく一人で、もうもし会えないとしたら、まあ、死んでもいいと思いながらあなたがいるところを目指してひたすら歩くというね、あのそんな曲なんです。大好きなその曲をお届けしたいと思います。エストラードから。
Thank you.